はい、しげっちゃんです。ということでね、今日はあや、福知山の寿司屋さん、スシローに来ております。おいしいお寿司を堪能させていただきました。ピューピューピューということでね、はい、まあ、スシローさんの寿司は安くてうまいということでね、間違いないですけどね、皆さんも行かれたらどうでしょうか。はい、じゃあ仮想通貨のニュース見ていきましょうかね。混乱の中、BTC はそこ、片付け推移ということでね、今ちょうど、ボトムの時なんですよね、下がって誰も身動きもしないという状態なんですけども、こういう時にね、コツコツ買っとくというのが一番資産を増やせるんで、ね、はい、こういう時に買っとく、これが一番いいと思います。仮想通貨取引所バイナンスが日本参入かという、これは大ビッグニュースが入ってきましたね。バイナンスが常についに日本市場に入り込むということでですね、はい、これは大きいですよ。バイナンスは世界最大ですから、これが日本で取り扱えないというと、まあ、日本が衰退するという可能性は多いのありますからね、はい、これ日本としてもこのバイナンスを取り込んでいきたいという思惑はあると思いますけども、日本はまあ法律が厳しいですから、バイナンスのサービスがほとんどはですね、無効になっているんですね。無効だからコインチェックとか、クレジットとかそういったものが手掛けるようなサービスぐらいしか実質できないですね。はい、コインチェックぐらいじゃないですか。どうなるかぐらいじゃないですか。ねえ。なので、難しいと思います。難しいというか、あんまり日本が増えるわけではなさそう。とりあえず、こういうのが見られてくると思いますけどね。はい。ということで、バイナンスはいいですよ。バイナンス、いいです。素晴らしい。タイムス。ビットバンクアスター取り扱い開始。日経にも Web3 広告ということで、アスター日本のね、光、日本の救世主アスターがようやくビットバンクで取り扱い可能ということでね。なぜビットバンクなのかっていうところもありますけどもね。まあアスターはまあイーサリアムキラーになるかもしれないと言われてるんですけども、そうなるかもしれない、なるかもしれませんけども、そういったイーサリアムキラーっていうのは他にたくさんありますから、そのアスターが何かに秀でていないともうやられちゃいますね、アスター。うん、ポルカドットやエイダやね、ありますから。なんとか何があります、ポルカドット、エイダ、トロン、アバランチ、
ニアプロトコル、アルゴランド、これらはほとんどあのイーサリアムと同じですからね、昨日は。まあイーサリアムより少しいいっていうレベルなんで、どうします、アスタソラナに勝てましたっていうね。はい、勝てますか、アスタがソラナにね。日本市場編に特化したサービスを展開するならばチャンスもあるかもしれないね。日本特化した NFT ビジネスとかね、まだチャンスはあるんじゃないでしょうかね。うん、思いますよね。ペイアップル、アップルストアで NFT 販売可能なアプリを許可、手数料 30% がネックに。まあこういったアップルなんかで言ってはウェブ通企業っていうんですよね。ウェブ通企業は手数料を 30% とかアホみたいに取るんですよね。場所代、諸場代ですよ、諸場代、諸場代として 30% 取るんですけども、それが、まあ、ブロックチェーンを使ったね NFT を販売可能なアプリを許可したっていう皮肉なことなんですね。要はまあアップルとしても危機感を持ってて、やっぱブロックチェーンのアプリをちょっと使っていこうっていう、今まで排除してましたからね。だけどやっぱ取り込んでいかないと、まあ、アップルとしても危ないんですよ。ブロックチェーン、ブロックチェーンスタートアップ企業っていうのはね、まあコロッとやられちゃいますよ。アップルもうかうかしてると、アップル、グーグルはコロッとね NFT スタートアップ企業にやられちゃうんですよ。だからで取り込もうとしてますね、取り込もうとしてるけども、やっぱりダメなんじゃないですか。手数料 30% を取ってると、手数料も 3% でいいですよね。そんな取っちゃいけないですよ。まああの Web3 になってくるともう手数料は 0% ですからね。だけどそしたらもうすぐ来ますよ、メタバースと来ますよ。ニュースにね、こんなにポンポン入ってこないってことでね、ここら辺で終わりにさせていただきました。どうもありがとうございました。またすぐ配信しますから、よろしくチャンネル登録お願いします。
相当大変。